Hey, what's up? 英会話スクール、イングリッシュパートナーズのレイニーです。Have you started anything new this year? 意味は、今年何か新しいことを始めましたか？今年何か新しいことを始めましたか？ Have you started anything new this year? 英語の勉強を始めました。I've been studying English というような会話をよく生徒さんとするわけですけれども、こうコロナ禍で何か新しいこと始めましたかみたいな会話はよくありますよね。ぜひこのフレーズを役立ててみてください。Have you started anything new this year? 意味は今年何か新しいことを始めましたか。会いに行く英会話スクール、イングリッシュパートナーズで検索、オンラインレッスンも始めました。アプリ、レイニー先生の動画で簡単英会話、配信中。